柏崎刈羽原発の再稼働を目指す東京電力は、長岡市の商業施設で特設ブースを開き、安全対策の状況などについて説明しました。長岡市の商業施設に設けられた東京電力のコミュニケーションブース。原発の安全対策の状況について県民に広く知ってもらおうと開かれ、この日は新潟本社の吉田雅也代表も参加しました。東京電力は柏崎刈羽原発7号機の再稼働を目指していて、すでに技術的な準備が整ったと発表しています。事業者なりにですね、県民の皆さんのご不安が解消する方向でいろいろな情報というかいうことはお伝えしていきたいというふうに思います。東京電力は今後も県民に対して丁寧に説明していくとしています。